こんにちは、はじめまして、ゾシンです。今日はタミヤの48分の1イギリス主力戦車チャレンジャー2イラク戦仕様を作成していきます。中身はこんな感じです。デカールは1種類でコマンダーが1名付属します。今回の目的は簡単手軽にリアルな仕上げをすることです。賛否両論ありますが、戦車模型ならではのカバー方法を意識して仕上げていきましょう。まず全体をライトサンドで塗装します。スプレーはタミヤから発売されているものを使うと良いでしょう。キャタピラ部分はパーツを切り離して塗装してもいいですし、ランナーのまま塗装してもいいと思います。簡単な組み立てが終わってから役に立つのがこちらのタミヤの墨入れ塗料になります。様々な色が出ていますが、今回はブラックを使用していきます。使い方はとても簡単で、このようにパーツのへこんでいるところに瓶の蓋に付属している筆を使ってサラサラーと流し込んでいくという形になります。この際はみ出てしまった部分などは後々拭き取ることも可能ですし、ちょっと多めにつけて、で後で拭き取ってあげるっていう方法が一番良いかなと思います。こんな感じで失敗を恐れずにベチャベチャと塗っていっても大丈夫なので、どんどんやっていきましょう。こちらの右側面は塗装のみをした状態になります。左側面は全体的に墨入れを行っています。ライトサンドで塗装した後にスカート部分はパフで塗装し直しています。それでは引き続き墨入れを行っていきます。このように表面張力でふわーっと広がっていきますので、見ていて楽しいんですけれども、全体的に行うとなるとかなり面倒くさい作業なので、根気強くやってください。あまりにも単調な作業が続くので少し早送りしますが、このように全体を塗ってからでも大丈夫なのですが、乾く前に拭き取ってあげると修正がうまくいくのかなと思うので、ところどころやりすぎたところはティッシュで拭き取るなどしてください。このような細かいモールドのところは少し注意して先端だけをちょんちょんと当てるようにしてあげると、綺麗に墨入れを行うことができます。はみ出てしまったところに関しては後ほどリカバーすることも可能なので、どんどんやっていきましょう。昔はガンダムマーカーの墨入れペンなどを使っていたんですけれども、やっぱりこのように墨入れ用の塗料がふわーっと広がっていく面は見ていると楽しいですね。ウェザリングはミスターウェザリングカラーを使用していきます。中に攪拌用の鉄球が入っているので軽く振ってから使ってください。こちらはタミヤの墨入れ塗料とは違い、瓶の蓋に筆がついているわけではないので筆は別に用意してください。筆自体は100均で売ってあるやつでも大丈夫だと思うので、自分の思うようなものを使ってみましょう。適当な箇所に塗料をポンポンと乗せるようにしてください。この時に均等になりすぎるとウェザリングが不自然な汚れとなってしまいますので、汚れの方向を考えるなどして全体に塗りつけていきましょう。土とかホコリの汚れなんですけれども、縦方向に雨だれのように垂れていくような汚れもありますけれども、例えば土で作られた塀だとか、どこかに擦ったっていう跡をつけるなど、ある程度の疾走感を表すものとしては横方向の汚れがあると思います。なので横向きの汚れも作りつつ、それを全体的に縦でなじますという形をとります。実際どのようにしても48分の1だったり72分の1だったり、小さいスケールになると結構リカバーが効きますので、あえて雑にしてしまうというのも成功の秘訣だったりします。本当はここでピグメントだったりを使ったりするんですけれども、48分の1で使うとなるとなかなか表現力が難しかったりします。ちなみにピグメントが高くて手に入らないっていう方はホームセンターなどでトノコという粉を探してみてください。このライトサンドに近い色の粉なのですぐわかるかなと思います。今回は限られたマテリアルでどれだけリアルにできるのかというところを挑戦していますので、それらのものは使わないようにします。少し乾きかけている瓶の蓋周囲っていうんですかね、この上のところにある塗料を乗せるような形で使っていきます。そんな感じで全体にウェザリングをしていきましょう。こちらが塗り分けのみをした面になります。キットの出来がいいので塗装をしてあげるだけでもなかなかかっこよく仕上がります。少し物足りないような気もしますね。ということで反対側の面も見ていきましょう。どうですか、
めちゃくちゃ汚いですね。中には綺麗な選手が好きだっていう方もおられるかと思うんですが、個人的にはこれぐらい汚れている方が実写の写真を検索した時に出てくるのにより近いリアルな感じに仕上がるかなと思います。純粋な塗装状態だけでの比較をしたかったので後回しになってしまいましたが、本来ウェザリングを実施する前にデカールを貼っておいた方がいいでしょう。この水転写式デカールなんですけれども、使うパーツごとに分けて貼るようにしていくのですが、紛失しないように注意していきましょう。もちろんデカール専門の道具を買うのもいいんですけれども、このような醤油の容器を使うこともできます。最初は横着していましたが、このように100均でも売っている小さいピンセットを使う方が良いでしょう。少し大きな100均に行くと小さいピンセットやネイル用の筆、小さなヤスリやワイヤーなど少しだけ使いたいっていう時に便利な商品が今はたくさん販売されていますので、少し探してみるのも良いかもしれません。私のチャンネルでは高級なマテリアルを使わずとも、ある程度リアルな満足のいく仕上げに自分の作品をそのような仕上げに上げてあげることが目的なので、100均のツールなどはこれからも登場してくると思います。デカールを全体に乗せてあげた後には GSI クレオスからマークセッターというものが販売されていますので、こちらを使ってデカールを密着させていきます。敵味方識別パネルなど色の違うものに関しては組み立てる前にそこに適した色に塗ってあげるのが良いでしょう。全体のバランスを見ながら塗装やデカール貼りが終わった後に所定の場所に接着していきます。この CIP パネルっていうのが湾岸戦争で米軍が夜間に暗視装置を使って戦ってたんですけれども、それがうまく機能しなかったのか同士打ちが起きてしまったことがありました。で、それを解決するためにこの CIP パネルっていうのが開発されたんです。で、熱識別装置を使って、他より低温になっているこのパネルが装着されている車両は味方という判別の仕方ができるようにしていたようです。なのでイラクや湾岸などの現代に近い戦争ですね、そこで使われている車両にはこういったものが搭載されているのが多いです。なので例えばガンプラとかを作る人とかでもそうなんですけれども、オリジナルの機体だったりミリタリーテイストを強めに仕上げた機体などはこのような史実に基づいた各種の装備品を載せてみるっていうのも面白いかもしれませんね。上から見た感じですが白がいいアクセントになっていますね。ハッチも中の部分が違う色になっているので別で塗装しています。戦車の両サイドにつけるロープもこのように別パーツ形成となっていますので作っていきます。右側面は色を塗り分けた後にデカールを貼り付けただけの仕上げにしています。これでも十分にかっこいいのですが、せっかくのモールドが強調されていないので写真などで見ると少しのっぺりとした仕上がりになってしまっています。こちらが左側面です。少しくどいような気もするんですけれども、墨入れとウェザリングをすることによって明暗がはっきりしていると思います。本来であればフィルタリングなどもしてあげてもいいのですが、簡単でリアルな仕上げを目標としているのでこれで終わります。ここで完成としてもいいのですが、もう少し手間を加えていきましょう。全体にドライブラシをしていきましょう。人によってはウェザリングの前にやってあげた方がいいという方もおられるのですが、明暗をはっきりさせるという目的であるのであれば黒系のドライブラシは最後にしてあげてもいいのかなと思います。このように筆についた塗料をティッシュなどを使って最大限に拭き取っていきます。塗料がかすかにつくかなというぐらいまで塗料を拭き取ったら全体に押し当てていきます。学生の頃に黒板を書き写したノートなどに手の小指側が擦れて黒く染まったという方もおられると思いますが、それの軽い版ぐらいの汚れ方をイメージしてください。で、汚れは足回りの方が汚れやすく、包頭の方は汚れにくいというふうにイメージしてもらった方がいいと思います。このような小さいスケールになるとやっぱり少しオーバー気味に汚してあげた方がリアルさが出てきてかっこいいのかなと思うので、多少はちょっとオーバーにしてあげてもいいのかなと思います。
ように尖っている部分ですね、こういったところはモールドが分かりやすくなるように少しきつめにドライブラシしてあげていいと思います。ボルトやアーマーの角の部分っていうのは結構際立たせてあげたい部分なので一つのポイントかなと思うのでしっかり目にやってあげてください。ここも土汚れと同じように基本的には縦方向の筆の動かし方でいいと思います。このスカート周囲の汚いところはねもうめっちゃくちゃに汚してあげてほしいのでぐちゃぐちゃっとやってください。足回りのドライブラシがあらかた終わって筆に残っている塗料の粉末が少なくなってきたなと思ったらほうとうの周りをやるという風にしていただければいいと思います。で反対側の少し墨入れをミスってしまっているところもドライブラシの黒とわからないようにしていきます。最後にウェザリングをしてあげることによってこのようにちょっとしたミスもカバーできるのがこういった小さいスケールのいい点かなと思います。素朴な疑問なんですけれどもこのチャレンジャー2の前面のこの部分に35分の1のチャレンジャー2であれば消火器赤色の2本の棒がついてるんですよね。48分の1になると箱絵も説明書もそちらの塗り分けがされてないんですよね。なのでこの段階ではライトサンドのままの塗装となっています。 Google とかでいろいろ探してみたんですけれども正解にはたどり着けていないのでどなたか詳しい方がおられましたらコメントをしていただけると幸いに思います。でさっきからちらちら映ってはいるんですけれども説明書には書いていないんですけれどもアンテナを延長させて伸ばしランナーで3本作って再現しています。48分の1スケールとかになるとやはり省略されている部分が多いのでそれより大きいスケール例えば35分の1などの同一キットの説明書や箱絵をモチーフにして少しずつ手を加えていくといいと思います。あとあとこうやって見返すと後ろのドラム缶部分などなかなか粗が目立つ部分が多いなと思います。なのでよくやる方法なんですけれども完成品を各方向から写真に撮って見てみる。そうすると写真写りによって自分では気づけなかった粗だったりだとか少し時間を空けてから写真を見るっていうことができるので細かい点に気づくことができます。タミヤの48分の1のキットはよく作るんですが35分の1のキットと比べて改造したりすることがなかなか難しいかなと思うんですが一種の完成形というんでしょうかそのまま作り上げてあげるのが正解といったような本当に完成度の高いキットになっています。なのでホームページとかで見てねこのキットが気になるっていうのがある方はですねぜひお買い求めいただければと思います。これだけね簡単にそれなりのリアルさで模型を作ることができるっていうのが証明できたかなと思うので初心者の方やスケールモデルを初めて作るという方にはおすすめのキットかなと思います。最後に艶消しスプレーを吹いてあげましょうというわけで完成です。先ほど話してた通り消火器の部分は35分の1のキットと同じように赤色で塗装してみました。反対側のスカート部分ですが黒色の横向きの筋のような汚れですね。これも写真などでよく見る汚れなので再現しています。後ろはこんな感じです。アンテナの長さにも長いものと短いものがあるようなのですが明確な決まりとかについては少し調べきれなかったのでなんとなくで再現しています。ここの部分だけ少し気になるので後々手入れをしていこうかなと思います。セリアさんやダイソーさんで売ってあるスチレンボードをベースに簡単なジオラマを作ることもできます。このように土台を簡単に決めてあげた後に適当に建物を作ってあげて色を塗るとはい完成。ジオラマも簡単に作ることができます。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、評価、コメントをお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。